おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていこうと思います。大型フライパンを買って、まあ、結構な時期は経過しました。はい、小さい、今までの小さいフライパンより、あの野菜炒めとかがね、作りやすくなりましたね。野菜が飛ぶことがない。うん。ただ、まあメリットもこうやってあるんですけど、デメリットが一つありまして、それはね、洗い物が非常に大変なことです。多分僕のことだから洗い物の画像貼ってると思うけどさ、ちょっとこう、あんまりなんだよね。でかすぎるというのも考え物で、収まりきらないんですよ。洗い物の枠にね。で、そういうもって、ちょっとね、キャベツとかいろいろとやってると、まあもういっぱいになります。これでも洗い物のやつ変えたんだけどね。今回使っていくモンスターは、サソリバチ、アルミラージ、ベビーササン。奇出ではありますが、サソリバチ、再び出陣。草原森チームですね。あ、君かわいいね。かわいい顔して強いのね、と言ったようなね、3匹が集いました。HP が2527って割と高いんだよな。割と高い部類に入るんですよね、ここまで行くと。さあ行きましょう。まあ、パッと見、ミニモンスターチームに見えなくもないんですけど、残念なことにサソリバチがミニモンスターじゃないです。さあ行け！ニードルラッシュ！せーの！よいしょ！オーケー！しっかり当ててくれば、この小さな針でね、可愛い顔して強いってことを見せてやりますよ、こいつらが。今回はミニモンっぽいけどミニモンじゃない、みたいな感じですよね。サソリバチあたりが。いっとさあ、デイン落としていこうか。誰が通るかな、でも、今回の1回戦の相手が、あんまりね、デインが効く相手がいないんだよな、そもそもが。さあ、こっちもイオナズン返しだ。しかし、MP が足りない。仕方ないんで、はい、せーの。よいしょ、まあ、こんなもんだね。十分十分十分。本当のミニモン VS、エセミニモンになってんだけど。いや、アルミラージとベビーサタンはミニモンなのよ。なんでサソリバチさ、この見た目でさ、ミニモンじゃないの？謎だわー。ね。アルミラージ、お、いい回避率。いい回避率。草原盛りでね、5% ずつ上がった回避率もあるし、もともとこいつら回避率がみんな 10% 以上なんですよ。はい。なんで、草原盛りの回避率で 15% は保証されてる。1体につき 15% は保証されてるってすごいな。さあ、ニードルラッシュ行くぞ！いけ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 、せーの、よいしょ、おー、もっともっともっと、あ、いいね、毒が強いからね、ニードルラッシュは。まあ、あとはちょっとポイッと当てて終わりですよ。ね。小さくて可愛いモンスターたちが集っております。そして回避率が全部 15%。おっと、来ましたね、凍えるように冷たい息を吐く、ふぅー、よーしょー、はぁー、生きるダメージは、ダサい。ダンスカーニバルか。もうさ、ダンスカーニバルもなんか、そこそこ本編シリーズでさ、出た回数多くない？確かに、ダンスカーニバルの動画は僕撮ったことないですね。磁気操作で。敵がもうダンスカーニバルしまくるんで、今更なんですよ。もう、そんなこと言ってるとさ、次の動画がさ、ダンスカーニバルになっちゃうじゃんね。さあ、軍隊呼び？みんなで一緒に。行くぞ、軍隊呼び、せーの、うわら、私は軍隊バチ、ブーン、威力は波なんだよな、わー、もういいって、やったわ、ほら、やった、始まった、ほら、始まったよ。ダンスカーニバル、そのうち本当に動画撮らなかったんだけど、こっちも。敵のダンスカーニバルは死ぬほど見てるけどさ、こっちのダンスカーニバルはさ、見たことないんだよね。これサムネになりそうだね。絶対サムネ、YouTube のサムネになりそうだね。感じになってるけど。いいって。さあ、ここで1000万ボルトを撃つ、せーの、うわあ、いいやー強い。やっぱ、アルミラージね、個人的に推しモンスの一匹なんですよ。強いのよ。さあ、イオナズンで、とどめいくか？ほい！おー、じゃあ、それだったら、終わらせに行きます。必殺技使えるのが向こうだけだったでも？そう、この3体、共通点がありまして、全員やり持ちです。行きましょう！必殺技、超、サミダレ好きって、
槍術、槍ってどこにあるの？二体が槍ちょっと持ってないけどね。一体しか槍持ってないのよ。お！続くぜ、この動画。竜王か。舐められたもんだね、我々ミニモン軍団も。なんかミニモン軍団ごとき？わしで十分じゃと。言わんばかりに出てきたな、竜王よ。甘く見てもらったら困るよ。うん。ちょっと現場通りますよ。現場に突撃、奥義ダブルインパクト。さあ、残り1258を削るだけです。うん、舐められたもんですよ。私たちのことをちょっと甘く見てもらってますね。完全に。竜王ごときで十分だと思われてる。いい、オッケー。回避率みんな 15% 超えだからね、言うて。これやばいな。強モンスかもしれん。まあ、でもなんだかんだね、アルミナージもサソリバチも2の後期あたりに出てるんですよね。なんで、スペックが低いわけがない。さあ、デインで終わりましょう。この勝負終わらせます。フリーソーソーグーはい、よいしょ、オッケースパッと突破したな。本当にもう一撃だったな。竜王ごときでね、このミニモンたちね、侮ってもらっちゃう、甘く見てもらったら困るんですよ。ほう、なるほどね。赤目竜王というわけですか。ミニモンを倒すには十分な相手だと思ってるな。甘いな。竜王なんてちょちょいのちょいということをお見せしますよ。あ、やべ。そうだ、これさ、サミダレ好きになっちゃうからイオナゾン使えないんだ。やべえな。アルミナージが打点を取ろうとしたらベビーサタンが打点を取れないからサソリバチが軍隊呼びしてもらわないとダメだね。いいねー、弱点通るね。これおたけびから入る。何？ミニモンはおたけびでひるむだろうと。ひるみませんよ。ひるんだけど一匹。一匹情けないのいるけど。エセミニモン情けないんだけど。エセミニモン。で、冷たい気になっちゃったのは申し訳ないな。イオナズンで打ち方になる。まあでもね、回避率 15% 超えだからみんな、普通に避ける可能性もあるね。でもこのターンね、ちょっと打点大事だね。竜王がここフルアタランですよね。冷たく回撃。アルミラージとかベビーサタン大丈夫でしょ。いけろ！いい避け！マジでいい避けあるぞ、これ！これすごいな。これあるな。普通にありますよ、これ。だって期待値が高いもん。回避率がみんな 15% ってことはさ、全体攻撃に対する期待値どれぐらいって話やからね。もう全避けもあり得るんだもん。全員 15% 超えだから。やばいよ、これ。さあ、イオナズンで打点を、せい！よいしょ！いいねー。いい打点取るねー。ここまで来ればだいぶ丈夫だと思うんですよね。4ターン目がこいつ確定防御入るんで、打点さえちゃんと取ってくれれば、まあ問題ないかと。いや、勝てんじゃない？甘く見てもらったら困るんですよ。こっちはね、言うてね。さあ、二度出し、せーの、はい！ミニモンといえどね、まあ、モンバトではね、強いのよ。スライムが強い世界戦よ。うん。モンバットでは全てのモンスターがね、比較的均等に戦う。わーイオナズンの会心が出た。イオナズンで会心出した。で、次のターンにマジックバリアすればもう安倍ですよ。まあまあ、このターンで死なないでしょ。ああ、全然大丈夫、大丈夫、大丈夫。まあ、受かる、受かる。まあ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 。ここ仮に2発受けたとしても受かりますね。はい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 。余裕余裕余裕。大丈夫。で、マジックバリアして、もうゲームですよ。竜王なんてこんなもんですよ。竜王何件、僕竜王これ99回倒してるんですよ。理論上、僕竜王99回倒してるんで、もうこのデータで、もう、わかってますよね。どんだけ竜王が弱い魔王ってのが。新竜王はね、はじめ恐れてたよ、そりゃ。はじめはめっちゃ恐れてたよ。やべえ、赤目やったことね、どうしようってなってたけどさ。もう今更なんよね、こうしてみるとね、ほんとに。今ではね、全パスで倒しますからね。今ではもう、こいつ全パスで倒せてしまいますからね。うん、分かってれば。全パスの SP なしで倒してしまうからね。
もうどうしたもう、弱い。もう浅い。そんなんじゃ。リオもっと強くなって出直してこい。もっと。もっと強くなってね、本気でかかってこい。おいおい、ミニモンチームに負けるリオ、どんな気持ちや、おい。どんな気持ちや、おい、これ。これは悲しいぞ、竜王よ。さあ、とどめだ、竜王。奥義、ダブルインパクト、現場に突撃、失礼しまーす。いけたねー。まあ、かなり圧勝だったな、これ。いや、ミニモンチームやるじゃん。おい、竜王、恥ずかしいと思わんのか。やべえ、もっと上いける、こいつら。どこまでいけるかな。ある種こっちはやり使いチームだったわけですよ。なんで武器持った魔王がいいなと思ったんで、ただ、大魔王って意外と武器持ってる大魔王って少ないんですよね。モンバトでも3体しかいないんじゃないかな。というわけでその1匹にお呼びしました。地獄の帝王、エスタークの登場です。なんか過去動画で見たけどさ、過去の動画で、かなり昔だね。本当に今は昔、竹取りの翁というものがみたいな感じだけどさ、サソリバチはエスタンク倒します。はい。実は経験者なんですよね。で、今回はミニモンさらに引き連れて登場ですよ。さあ、ベビーサタンやアルミラージもエスタンクを倒す英雄となれるか。いや、勝てるでしょ。いいね。打点も問題なしなんですよ。イオナズンとデインで打点取れるんで。普通にエスタンクは爆発と雷に弱いこともあって、取れると思います。で、これはひどい。これはひどい。まあ、デインで弱点取れるから大丈夫。全然大丈夫。これで280ぐらい出るからね。あ、300いったわ。やるじゃん。オッケー、いいよ。まあ、向こうのね、あ、避けましょう。これは避けれるよ。全体攻撃で回避みんな 15% だからね。避けよう。はい、オッケー。1ピロリ。気持ちいいね。このピロリットとか気持ちいいんだわ。オッケー。全然、だから数値以上の耐久を見せてやれ。お前ら。見た目以上、数値以上のね、耐久を見せてやりますよ。ニードルラッシュ、せーの、はい。毒とか入れてほしいな。ちょっと素だと弱い。まあ、焦らずとも、とどめボーダー乗ると思うんで、焦らずともとどめボーダー乗りますね。オッケー、いいよ。大丈夫。まあでも、言うて、エスタークもね、あ、白目のエスタークはそこまで強いってわけじゃないから大丈夫だよ。まあ、これも1ピロリカモン。いいねー。避けてる。避けてるよ。避けないとね、むしろね、ここの耐久ないから。ミニモンって耐久高いミニモンってそうそういないから。まあ、いるっちゃいる。いるにはいる。うん。ミニモンのいいところってのは、回避率がある。回避率があって、なんか一見弱そうだけど、まあ強いね、能力を秘めててびっくりするっていうことが多い。そう、筐体時代はさ、みんなギガンテスとかボストローとか大型モンスターっていうかな、大型系をみんな好んで使ってたと思うんですよ。ただ、その中で小さいモンスターってのはなんか強いイメージがなかったんですよね。それが一時、ゴーストとピクシーとかが暴れ回って、昔とね、今では違うんですよ、やっぱり。ゴーストとかピクシーが暴れすぎてナーフされた。またかよ、お前は。ゴーストとかピクシーって実はめちゃくちゃ強いモンスターだったんですよね、昔。ナーフされたんですよね。ミニモンがナーフされるっていう恐ろしい事件が発生するぐらいですから。ほい、やったー、ほい、やったー。ニードルラッシュ、怪人出た。やるじゃん。このターンもね、言うて、凍てつくハードがドルモア。大した打点にはならないでしょう。ドルモアだとしてもね、1200割は余裕で耐えますよ。で、凍てつく波動の場合は5ターン目にね、もう余裕で耐えて終わりです。はい、OK。いいよ。5ターン目に耐えて終わりですよ。凍てつく波動だったとしても。波動だったとしても、次にマリベル城召喚で終わりですね。ドルモア勝ちるこの竜巻。勝ちです。エスタークはね、やっぱ白目だとそこまで強くないんだね。うん。そこまでエスタークは白目だと強くないんだな、こうしてみると。いやー、余裕で勝たせてもらいましたよ。まあ、やっぱ赤目じゃないとね。こいつなら赤目いけんじゃねえかな。ね、地獄の帝王もちょっとびっくりしてるんじゃない？え？俺こんな小さい奴らさ倒せねえのって。今ちょっと焦りを。目に恐怖が見える。エスタークよ。その三つの目、なんか恐怖が見えるな。目に恐怖が見えるわ、なんか。
目に恐怖が見えるぞ、エスターク。三つの目でちょっとちゃんと見てみ、こいつらはね、想像以上に大きい存在なんだよ、言っとくけど。ほれ。お前が小さく見てるこの存在はね、大きいんだよ、思った以上に。わかる？いいねー。さあ、赤目に進出しましたね、これ。サミダレ好きパーティー。ね。ミニボンの槍使い。いよいよ赤目スタークに挑むってわけですか。赤目は知らんぞ、言っとくけど。いけ、ライアン、ライアンの攻撃いきます、オラって。白目スターク、やっぱり倒せんだな、このパーティーで。いや、サソリは様々よ。てか、マリベル城いらなかったもん、言っちゃえば。さあ、本気で来い、スターク。よもやこんな小さき者どもに、私を、が負けるとは思わなんだと。よかろう、でも本気で行こう。大人げないな、なんか。幸いなのは、エスタークの使う攻撃属性、暗黒とか風とか爆発ですよね。そこに対して、この3体は耐性を持ってます。はい、割と。まあ、氷も大丈夫だし、暗黒もまあ耐性あるし、地獄の豪華がまずいか、言っちゃうと。やばい、地獄の豪華のケアはちょっとできてないんだよな。あと、こいつ、5ターン目にあります。あと、サソリバチの打点は取れません。ブーン。さっきみたいにバカバカ打点を取ることが難しくなってるんで、白目と赤目の強さが圧倒的に違うのはこいつですね。ただ、こいつ、ブーン！どうだろう？いけっかな？まあ、剣と槍だったら槍の方が強いからね。弱点が消えてっからな、さっきまで取れてた。テオの怒り、まあこれは、言うて、風のマントを今貼っておいたんで、まあ問題ないですね。どっちにしても。いや、テオの怒りをね、そのまま食らうの、いくら耐性があると言っても、そのまま食らえないよね。まあ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 。剣バーサス槍ですよ。言っちゃうなら。この戦いは。槍の方が強いっす。剣と槍やったら三すくみ的に言うんだったら、槍の方が強いですね。ニードルラッシュデインでいいよなぁ。1000万ボルトで会心期待してもいいんだけどね。マヤとか。まあでも、氷とか暗黒なら大丈夫なはずなんだけどね。回避率がいきない。こういう時は、結構やるなぁ。まあ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 、まだ大丈夫だね。まだ大丈夫。いけ！ニードルラッシュ、いけ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 。ほい！200しか出ないの？ダブル称号ですよね。ダブル称号でいらっしゃいますよね、誘い鉢ちゃん。今回はアルミラージとサソリバチが称号効果なんですよね。で、リビーザさんだけマスターダブルスキャンしてるんですけど、それでも2500の HP を確保できるっていうのはね、割と耐久あるね。割となんか、あ、しっくりくるって、必殺技を持てるしね。しっくりくるチームだったんですけど、火力がないな。想像以上に火力がないな。大丈夫かな、このターン。このターン一撃か波動でしょ？帝王の一撃、ちょっと食らいたくないな。避けるよ、おい、食らっちゃうともう後がないよ、さすがに。イオナズン大丈夫かな、ここ。波動に逃げてくれんなら OK だ。よし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 。まあでもこれってちょっと怖いっちゃ怖いんだよな。ミニモンスターの共通点として素早いことなんですよ。エスタークって5ターン目にあるんですよ。恐れていることが。その場合、どのチームでも勝てないみたいな珍事が起こるんですよね。やだな、それだけは。それだけは回避したい。てか、とどめボーダーもちょっと怪しくなってきたね。エスタークが硬いんだよ。サソリバチが打点出せてないんだよ。サソリバチお前いるだけの存在になっちゃってるって。いけ！軍隊呼び！うおー！ザブーン！ 222。イオナズン打点も貧弱。一番打点取れてんのイオナズンか、でも。なんだかんだで。いやー、怪しいな。これさ、大丈夫かな？打点だれ、足りる？打点。打点足りる？ギリギリやね。マヒャド、呪文攻撃でゆっくりと詰めてくるってわけか。これさ、大丈夫かな？
これは、凍てつく波動も怖いし、なんだったら攻撃され、え、凍てつく波動で負けじゃん。高校凍てつく波動で負けです。いや、まさか、そんなことはないじゃん。そんなことないですよ。え、おっと、相手の攻撃、ま、回避率 15%! 避けろ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 、めっちゃ受けたとしてもダメやったな、これ。なんや700って。どうなってんねん、このゲームを。